先日紹介した TT02 を中国製格安アルミステアリングワイパーですが、効果を検証するため8の字でのタイム比較をしてみました。まずタミヤ純正のアルミステアリングワイパーでの8の字走行です。10周タイムは 37.06 秒でした。次に中性の樹脂ワイパーでの8の字走行です。10周タイムは 40.03 秒でした。最後に今回の中国製アルミワイパーでの8の字走行です。10周タイムは 41.10 秒でした。3パターンともモーターは540、タイヤはレーシングラジアル、バッテリーはリボです。しかし今回だけサーボは双葉の9570から9470に変えており、ダンパーも TRF ダンパーからスカスカの CVA ダンパーに変わっています。比較結果はこのようになっており、中国製ワイパーが一番遅いタイムになってしまいましたが、これは樹脂ワイパーで走った後変な運転癖がついてしまって遅くなっている可能性もあり、中国製のアルミワイパーが悪いとは言い切れないかもしれません。なぜならこの撮影の後スラローム練習をしたのですが、かなりステアリングの反応が良くクイックに切り込むことができたからです。走り込めば中国製のアルミワイパーでも純正アルミ並みのタイムが出せるかもしれません。さあ、行くぞ。まあ初級者のお遊び動画と思ってゆるーく見てください。